まず自由民主党船田はじめ衆議院議員でございます。3年目は自民党の憲法改正推進本部長として与野党7党の国民投票改正案の衆議院提出の合意を取りまとめられ、また自民党が現在全国各地で行っております憲法問題に関する対話集会でも講師をお務めになっております。いわば憲法改正問題の党におけるキーパーソンとして大活躍をされております。本日は憲法改正の実現を目指す自民党の取り組みについてご紹介いただけるものと存じます。よろしくお願いいたします。次に作家の角田直樹先生です。皆さんご承知のように永遠の大海賊と呼ばれた男などミリオンセラー話題作を生み出されております。映画化された永遠のゼロは観客動員700万人の大ヒットとなりました。国民各界各層に大きな感動を与えております。百田先生は従来から憲法改正の必要性について積極的に発言してこられました。本日も日頃のご見解をお示しいただけるものと存じます。よろしくお願いいたします。次に駒澤大学名誉教授の西修先生です。世界の各国憲法を調査した実績を踏まえ、世界標準の観点から現行憲法の欠陥について分かりやすくご指摘をいただいております。本日は憲法問題の専門家として重要な視点をご提供いただけるものと存じます。よろしくお願いいたします。最後は本シンポジウムのコーディネーターを務めます党民間憲法臨調代表桜井義子でございます。憲法改正の早期実現をというテーマを掲げさせていただきました。なぜ早急に憲法改正が必要なのか、切れ味鋭く論議を進めていただけることを存じます。それではこれからの進行を桜井先生よろしくお願いいたします。
世界はみんな善意にあふれていて、そして何かあった時には武力を持たない我が国日本をアメリカが守ってくれるという大枠、その中にあるというふうに錯覚してきました。でも今どうでしょう。私たちは戦後最大の危機に直面していると思います。戦後の日本国の体制が根本から変わっていく、変わっていかなければならない、そういう局面に立たされています。具体的に申し上げますと、アメリカ、オバマ大統領のアメリカが、もうこれは皆さんどの新聞を見ても、どのニュース解説を聞いても、伝わってくるメッセージですので、今更私が申し上げることではないのですけれども、念のためにはっきりさせておきたいと思います。オバマ大統領のアメリカは、極めて内向き志向になっています。あのシリアに介入しなかったオバマ大統領は、その理由としてアメリカは世界の警察官ではないということを去年9月10日に高らかに宣言しております。そしてこのオバマ大統領の考え方をアメリカの世論が非常に力強く支えているという実態がございます。つい最近ウォール・ストリート・ジャーナルと NBC が合同世論調査をいたしました。それによりますと、アメリカは海外での武力活動などそういったことをやめて、もっと国内問題に集中すべきだという世論が 47% を占めました。そしてまたもう一つの世論調査があります。こちらはピューリサーチカンパニーというところが調べたものなんですが、同じような質問に対して53% の人がアメリカは海外における活動にもっともっと慎重であるべきだ、海外活動を縮小して国内の福祉であるとか、まあ、保険であるとか、そのようなことに集中すべきだという結果が出ています。大統領そして世論も、もはやアメリカは世界の超軍事大国として君臨する必要はないのである、むしろその意味の活動は縮小すべきであるということをはっきりと意思表示をしています。そうした中でこのアメリカの後退とそれによって生じた空白につけ込んで、クリミア半島のロシア併合が起きたのではありませんか。クリミア半島、このウクライナの問題は私たち国連をもう神様のように信奉する日本人にとって非常に意味のある教訓を与えてくれていると思います。ウクライナがあのソビエト連邦の崩壊に伴って独立国となりました時に、あの国には1900発に上る戦略核兵器を含む核兵器があったわけです。ウクライナはこれを保持しようと思いましたけれども、アメリカとイギリスとロシアがこれは NPT 核不拡散条約に反するので、この核をロシアに移してウクライナは NPT に加盟をしなさい、そうすればアメリカ、イギリス、ロシアがウクライナの領土を保全する、そのことを担保しますと言ったんですね。このことがブダペスト合意となってこの4カ国が合意をいたしました。その後フランスと中国もこの合意に参加いたしました。すなわちウクライナの領土保全は国連の安全保障理事会の5つの5大常任理事国すべての合意を得てなされたわけです。にもかかわらず今回これがいとも簡単に破られました。国連という日本人が考えがちな最高の権威、その権威による約束は定理のごとく捨てられたということを私たちは忘れてはならないと思います。中国はこれをどのように分析したでしょうか。人民日報およびその弟分であります環球時報という新聞がありますが、その2つの新聞の社説を読みますと、西側世界は
ウクライナの側に立っている、国際条約であるとか人権であるとか人道であるとか美しい言葉を言うけれども、この西側陣営、どの国をとっても世界第2の核保有大国であるロシアとの戦争のリスクを冒すつもりはないのである。したがって彼らが口にした約束は意味がない。クリミア半島およびウクライナの運命を決めたのはロシアの軍艦である、戦闘機である、ミサイルである。これが国際社会の冷厳な現実であるとこのように分析をしております。その分析の通りにウクライナ情勢は動いて今日に至っております。その中国とアメリカの間で皆様方たびたび耳にしたこともありましょう。今新型大国間関係という話が進んでいます。国際連合でもありませんよ、 IMF でもありませんよ、 G20 でもありませんよ。アメリカと中国が合意をして意思の疎通を図って世界の秩序を決めていけば、あらかたの問題は解決されるんではないですかというのが、この新型大国間関係の心であります。さあ、アメリカはスーザン・ライス大統領補佐官、ジョン・ケリー外務大臣の、国務長官というタイトルですが、日本風に言えば外務大臣ですね。そしてまたオバマ大統領、今この中国が提案した新型大国間関係という言葉をたびたび使っております。中国の提案した土俵にアメリカが乗っているという印象を与えます。ではその定義は何でしょうか。中国は言います。互いを尊重することである。互いを尊重することの中に革新的利益が入っております。革新的利益は中国にとって非常に重要なキーワードです。チベット、ウイグル、台湾、南シナ海、そして尖閣諸島、これが中国の言う革新的利益です。中国がこうした革新的利益の相互尊重という新型大国間関係にアメリカが乗っているように見える今、アメリカは日本との間で先の日米首脳会談に基づいて、尖閣諸島は日本国の施政権の及ぶ領土である、日米安保条約第5条も適用されると大統領自身が言明してくださいました。非常にありがたいメッセージでありましたけれども、新型大国間関係も積極的に進めるとオバマ大統領はおっしゃるわけであります。国際情勢、米中関係、日本を取り巻くこの緊張を私たちはどのように読み解くべきなのか、非常に注意してみなければなりませんけれども、ただ一つ言えることは、戦後日本を支えてきたアメリカが守ってくれるから大丈夫なのだという考え方は少し留保した方が良いということ。もう一つは、これまで共産党や社会党の方々は自衛隊があったり日米安保条約があったりすればアメリカの戦いに日本が巻き込まれる、そのように言ってきました。だから我々は自衛隊もなるべく小さくした方がいいのだというのが彼らの意見でありましたけれども、今あなた方の戦いや紛争に巻き込まれたくないんです。だから日本と中国、問題を起こさないでください。とりわけ日本は問題を起こさないようにおとなしくしてください。あなた方の紛争に巻き込まれたくないんですよと言い始めたのがアメリカでございます。戦後体制は180度変わってしまったのです。このことを私たちは
憲法を考えるときに一つの大きな要素として捉えておく必要があるだろうと思います。もう一つ、これは先ほど浅野先生がおっしゃいました、国を離れた憲法はあり得ないのである。その通りなんです。憲法というのは何か。明治憲法を作りになった先人たちは憲法をどのように作ろうか、血の滲むような努力をして勉強して一生懸命模索して22年間かかって明治帝国憲法を作りました。その時明治の先人たちにとってブレイクスルーとなったのは、憲法というのは他国の憲法の真似をして済むものではないんですよ。憲法というのはその民族の価値観、文化、伝統、この国に生まれてどのように育ち、どのように働き、どのように老いて、どのように死んでいくのか、何を守って死んでいくのか、何が一番大事なことなのか、その価値観を盛り込むのが憲法なんですよということを学び取った時に、明治の先人たちはこれで日本国の憲法が作れると本当に胸をなで下ろしたわけであります。にもかかわらず戦後の私たちは本当に日本の香りのする文言など一つもないこの現行憲法に核も長き間沈み込んで縛られてきました。この縛りの中から何が生まれてくるんですか。何にも生まれてこない。だから歴史問題において捏造されて濡れ衣を着せられても誰も批判をしない年月が長く続きました。今ようやく私たちは第二次安倍内閣の下で目覚めていると思います。この目覚めをただ単に気持ちの上の目覚めにしておいてはならないんです。目覚めたからには立派な日本国民としてこの目覚めをきちんとした形にして後世の私たちの末裔に、次の世代、そのまた次の世代の日本人に、今生きている現役世代の日本人として恥ずかしくないことをしなければならないと思います。日本人の生き方とはこういうものですね。私たちが大事にする価値観はこういうものなんですよということを盛り込んだ憲法を皆さん一緒に一刻も早く作ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いします。このように私の訴えることはいつも本当にもう素人の全く大雑把なお話なんですけれども、今日はここに専門家の船田先生をお呼びしています。船田さんはもうずっと憲法に関わってまいりましていらっしゃいました。どうぞ船田先生から自民党が進めている憲法改正の案についてのご説明を含めてご自身のお考えも聞かせていただければと思います。よろしくお願いします。皆様こんにちは、船田でございます。今桜井先生から、専門家という列挙をいただきましたが、まだまだ、途上の人間でございますので、よろしくお願いをしたいと思っております。まず民間憲法臨調の皆様が、毎年このような形で、大きな大会を開いていただいている、また日頃から憲法改正について常に、リードする立場で、今日まで活動を続けておられること、まず心から、敬意と感謝を申し上げる次第でございます。私ども自民党は言うまでもなく昭和30年の保守暴動、自民党誕生以来ですね、我が党の党是として、自主憲法を制定する、このことを、標榜して今日まで参りました。紆余曲折はございました。しかし安倍第二次内閣が誕生
しましてから、ようやくその機運が本格的に高まってきている。これは大変な好機である。このように私たちは考えております。また、国会の状況でございますが、いわゆる改憲勢力が衆議院では3分の2を優に超えることになりました。参議院におきましては、改憲勢力の政党がどこかというのはいろいろと説がございますけれども、常識的に考えますと、もうちょっと足りない、3分の2に1名、2名足りない、そういう状況にはあります。しかしながら、やはりこれは各政党の中でやっぱり憲法改正について真面目に考えておられる方は少なからず、どこの党とは言いませんけれども、存在しておりますので、これは政党の枠にこだわらずにですね、議員の良心、あるいは、自覚に基づいて、憲法改正の議論を進める、こういうことによって、衆議院、参議院、両院において3分の2を超える可能性は極めて強い、こう確信をしておりますので、このことを念頭に置きながら、今後の憲法改正の作業を進めていきたいと思っています。もとより、憲法というのは、先ほど櫻井先生からもお話ありましたように、神棚に御所を大事に祀っていれば、それで済むんだというものでは決してございません。ちょっと言葉古いんですが、私たちの茶の間の茶舞台に、ある意味で引きずり下ろしてですね、そして憲法をいろんな角度から眺め回し、そして直すべきところは直す、変えるべきところは変える、この態度が極めて大事であると思っております。憲法は決して神棚のものではなくて、ある意味で道具である、あるいは装置である、こんなふうに思っております。何を守る道具なのか、それは国益を守る、日本国民の生命と財産を守る、私たちの生活を守る、生活を豊かにするための道具である、こういう考え方で憲法というものと接していく、これが私は正しい憲法観ではないかというふうに思っております。現在憲法改正の原案の議論の一歩手前ということで、憲法改正のために重要な手続きである国民投票法の改正案の議論を現在続けております。なぜ議論しなければいけないか、7年前にこの国民投票法はできたのでございますが、さまざまな不備がございまして、3つの宿題というものが残ってしまいました。1つは投票権の年齢でございます。投票権年齢は世界のスタンダードに合わせよう、そしてできる限り若い人々にもこの重要な国民投票に加わっていただこうということで、18歳以上ということといたしました。ただやはり同じ参政権のグループとして選挙権というのがあります。これもできれば18歳に下げなければいけない。また将来においては成年年齢、民法における大人の年齢についてもこれは考察を加えていく必要があるのではないか。ところがこの選挙権年齢が下がらないと、なかなか憲法改正のための国民投票法が動き出さない、こういう状況がございまして、これを解決をさせようということで、この投票権年齢は施行後4年経ったらば18、それまでは20歳というふうに整理をさせていただきました。もちろん選挙権年齢が18に下がる時期がそれより前であれば、その時点で選挙権年齢と国民投票年齢を18に揃えるということも合わせて私たちは考えております。公務員の国民投票運動、主に勧誘運動でございます。公務員は国民の中においても特に影響力の強い方々でございます。従いまして公務員の投票運動におきましても、やはり一定の制限は必要である。勧誘、純粋な勧誘であればこれは OK だけれども、他の政治的な目的、つまり個人を支持をする、あるいは特定の政党を支持する、あるいはまた、政治の影響方向に影響を与えるようなこと、そういうものはやはり禁止をしなければいけません。さらに特定公務員と言われている警察官、検察官、裁判官、そういう方々にはやはりこれは取り締まる立場であるとか、あるいはまた、ジャッジをする立場でございますので、
この特定公務員の皆様にもこれは運動については遠慮していただく、罰則を設ける、こういうことといたしました。このような制限も加えながら、公務員の運動規制をしっかりと整理をしていく、これも今やらせていただいている最中でございます。3つ目には一般的国民投票、すなわち憲法改正に限らず国の重要な問題についても国民投票してもいいんではないか、野党の皆様からはそういう強い声がございますけれど、やはりこれはですね、間接民主制との関係、どのように解決をしていくのか、もし国民投票において原発ゼロということが多数を持ってですね、賛成だ、多数になった、この場合に、じゃあ、時の政府はその結論に従わざるを得ないのか、あくまで参考ということでいいのか、そのあたりのですね、効力の発揮の仕方というのも、まだまだ決まっておりません。したがって3番目の問題はこれは将来の検討課題ということで先延ばしせざるを得ないということになりました。おかげさまで共産党、社民党を除く8党が合意をいたしまして、現在の改正案が国会に提出をされております。これは衆議院の議員の 95% 以上、参議院でも 90% 以上が共同提案という形で乗っかってもらいました。共通の土俵作りでございますので、これだけの政党が賛成をされるということは本当にこれはありがたいことでございます。私はこの8党合意の中身というものを重要視をしながら、なるべく尊重しながら憲法改正原案作りもこの枠組みの中でできるだけやっていきたいと。もちろん改正の中身については各党思うところが違いますので、どこかの時点ではこれはさよならをしなければいけないこともあるでしょう。しかしながらこのせっかくできた8党の枠組みというものは大変重要でありますので、この点を重視をしながら改正の方向を見出していきたいと思っております。じゃあ具体的に憲法改正ってどうやってやるの、こういうことでありますが、よく聞かれることは憲法改正の全ての部分において一括してこれを投票にかける、そういうことですか、そういうふうに思っている方がとても多いになりますが、これはそうではありません。関連する内容ごとに区分してというのが実はこの、法律の中にございます。つまり分割してこの改正案を提案をし国民投票にかけるということになるわけでございます。9条の改正とそれから、環境権を設定する、この2つを全く同じ設問の中で、問いかけるということになると国民の皆さんは大変迷ってしまいます。そういうことで、そのような内容をもとにですね、分割をする必要がある。ですから、多分、この国民投票というのは1回では終わらない、3回4回、立て続けか、あるいはさみだれ式か分かりませんけれども、何回かに分けて行われていく、こういうふうに考えているわけでございます。私たちはこの憲法改正の原案の大事な一つのベースとして自民党の憲法草案、平成24年4月28日に発表いたしましたけれども、これをもとにして野党の皆さんと議論を始めていきたい、このように思っております。我々自民党の草案は確かに一つの方向としては立憲主義というものを一つの顔として持っているわけであります。これは世界の憲法もそのような側面を持っているからでございます。しかしこれだけでは私は全く不十分だと思っております。先ほど桜井先生からおっしゃったように、日本の国としての国柄、あるいは伝統文化、そういうもの、さらには場合によっては国体と言ってもいいと思います。国のありよう、そういったものをきちんと書かなければいけない、これが我々の自民党草案の一番の特徴である、このように思っております。このようなことをしっかりと書いて、そして日本国民としての誇りや、あるいは価値、そういったものをきちんと掲げながら憲法というものを変えていく、このために我々はこれから大いに頑張らなければいけない、そういうふうに思っております。現在私たち自民党としてはこの本部におきまして各都道府県連におきまして研修会をやってほしい、
憲法研修会というものを皆様にお願いをしている最中でございます。すでに3箇所終わりました。全部で47都道府県ございますし、またできれば衆議院の小選挙300ございますけれども、そのうちの大半のところでこれからそういった研修会を続けていきたい、このように思っております。ぜひこういう会にもぜひ皆様には積極的にご参考いただけるとありがたいと思っております。また同時に先ほど日本 JC の佐田島副会頭からもご紹介がありましたように、 JC の皆さんは昨日ですね、全国一斉行動ということでこの憲法を考えるさまざまな会合をですね、あちこちで展開をしていたい、とってもこれは素晴らしいことだというふうに思っております。このような団体がさらにさらに増えていくように私たちも応援をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。とりあえず私の現状における、近況の報告とこれからの進め方について若干の提言とさせていただきます。